はいどうも。はいどうも。ミスター X です。ヨドバのおっさんです。よろしくお願いします。お願いします。先ほどホリエモンチャンネルで、はい、すごいいいことを言っていらっしゃって、はい、堀江さんがですね、はい、まあ、本当に今の最新のテクノロジー使えば、はい、仕事の大半ですね、うん、今ある仕事の大半8割方が機械に、はい、機械ですね、はい、に置き換わっても、うん、いいというような感じで、はい、うん、じゃあもううちの会社全部機械がするわと、うんうんうん、で接客も何もかも、うん、そうした時に、うん、明日から、はい、ごめん来なくていいよと、退職金も払うわと、はいはい、年金も全部消化してくれと、うん、もう来なくていいから、うん、ごめんねと、はい、いうことで明日あなたは仕事を失いましたと、はい、どうしますかっていう、うん、なるほど、問いかけ、はい、ですよね。大半の人がこういう機械に置き換わってもおかしくない仕事、うんうんうん、まさにもう銀行の方なんかは直面してるわけ で、はい、でトヨタの社員自体も結構やばいっていうことで、うん、もうほぼほぼもうほとんどの人が、うん、サラリーマンであるほとんどの人がもうその対象になってくるんですけど、はいはい、まあ、見解ですね。我々ミスター X と淀川のおっさんの見解をちょっと話をしてみたいなと思って問いかけをですね、ちょっとシリーズ3本ぐらい撮りたいんですけどね。明日仕事がなくなったとか、はい、うんうん、どうしますかなとかっていうことですね。今の現状で、まあ、淀川のおっさん2人、お一人そうですね、なので、はいはい、まあ、自分の食べる分を、うん、まあ、住むお金、うん、水光熱費と、うん、まあ、その他もろもろ、はいはい、まあ、職を失えば健康保険、国民健康保険になるし、うん、まあ、年金もその失職してるから猶予期間があるので、うん、払うのは猶予されるし、まあ、私自身も一緒ですよね。だから失業保険をもらいながら、うん、その間に、仕事を見つけていく、はい、っていうことになると思うんですよね。そうですね。じゃあそうなった時にこれからの将来どうしていくかですよ。でほとんどの会社がもう来なくていいよとなってると、うんうんうん、なるほど。自分だけ言われてるわけではなくて、もうほとんど会社ももうそうなってくると。なるほど。でそれ、はいはい、その割合が機械化する割合が大体8割ぐらいになって言ったら、今の働き方ができてる割合が2割になったと、はい、ということは6割溢れるわけですよね。なるほど、そうですね、はいはい、溢れると、そういうことですね、はい、となるとどうするって話です。働きたくても働けないわけですよ、そこで。ということは新しい仕事を生み出さないとダメですよね。そうですね、はい、はい、で思うのはやっぱり今やってるトップバズ塾であったり、今からやろうとしてるトップバズ塾の進化系の、はい、コミュニティですけど、うん、うん、まあ、ブックメーカーを入れたり、うん、あとは実際に我々のような発信をしてお金を、うん、まあ、コミュニティビジネスをしていくやり方だったりをしていくっていう仕事を本気で本当にやっていかないとまずい、まずいですね。とで今はまだ明日は来なくていいよって言われないですけど、いつ言われてもいい時期に来てるよなと。いきなりはならないと思いますけどね。けど一番今ビビってるのって銀行員でしょうね。ああ、なるほどね、はいはい、もう支店支店がどんどん閉鎖しているっていう中で、もう本社機能だけあってあとは全部パソコンで、コンピューターで全部管理できるというところになってるので、窓口いらないですもんね。いらないですね。でも ATM でできたり AI が全部提案してくれたりすれば最適なものがアウトプットできるということになれば、まあ、自分の個人情報全部入れて、でそれであとは AI が考えると、で最適解をもらってそのままやっていくと。人いらないですね。そうですね。インターネットで無線でね、はい、
いろんなところがアクセスもできますから。できますね。まあ銀行もそうですね。変わりましたね。保険、銀行、だから昔インターネットで保険なんて売ってなかったですからね。全部外交員の方が売ってるので、そうなんですよね。お金をね、下ろしに行くのもリアルで行かなきゃいけないと。そうですね。まあ、今はそれが簡単にできますからね。できますね。スマホ1台でもできる。はい、できますね。もう銀行間送金とか全部ね、引き落としも全部スマホでできますから、うん、もちろんパソコンでできますから、うん、そうですね、うん、まあ、最初の5分で、うん、まあ、今の現状ということで、ちょっとこれは来そうだぞと、うん、そういう時代が来そうだぞっていうことで、次のステップ、すごい話ですね。じゃあ突然仕事がなくなったらリアルにどうするっていうのをちょっと話してみましょうか。それぞれ分かりました。はい、はい、この動画を終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。